どうもドライブランナーエイジです。翔太です。ということで2020振り返りー、イエーイ。何があったか覚えてない、全く。いや、まあいろいろありすぎてから、なんかそう、いろいろありすぎてね、いいのはあるけど。確かに。まあ YouTube 始めたのもね。あ、そうなんですか。今年からですか。何月なんですか。3月です。おお、じゃあ、え、じゃああれか、ちょうど俺が帰ってきた時ぐらいか。割とほんまにすぐ。そう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 。あ、いや、そうなんや。もともとね、あのゆうすけくんっていうのが第1回のみに出てて、はいはいはい、ウィーゴー編。そう、そっから、ああ、また、まあ、その前の子だ。そう、うん、で、まあ、ゆうすけがそのね、うん、今何より一番流行ってる、うん、コロナで、うん、来なくなって、いや、彼がコロナになったっていうわけではなく、で、おらんくなって、うんうんうん、まあ、こんくなって、うん、で、まあ、一人でやりよって、ちょっとこれはやばいぞってなって。先にヘアメイクのやつだけ見て。髪セットするモーニングルーティン。まだリクエストがある方がマシか。確かに。そうそうそう。で、どうしようってよった時に、うん、たまたまね、翔太と電話をするタイミングがあって。そうね。お前ほんま連絡してこんよね。そう、俺ね、なかなか連絡せんけどね。なかなか連絡してこんやつで、はい、で、東京からね、うん、こっちたまたま帰ってくる、帰ってくるか今かっていうね、うんうんうん、感じだった時に、いや、僕実はエース聞いてくださいよと、マツコデラックス出たんですよ。そうだ、懐かしい。4月ぐらいや。そう、4月ぐらいね。何それっていう感じになって、うん、で、いや、今やっとることがあっていうので、で、こっちあれだったら帰ってってきてもいいんじゃないんだ。いや、ワンちゃんやっとることはどこでもできるんで帰ってきてもいいっすよ。まあまあそうね。っていう変なノリから帰ってきてくれたっていう。そうね。で、翔太がそっからね、変な、うん、翔太が来た時のあのサプライズなんかの。いやー、疲れたっすね。いつもいつも。ヤミさん、久々っす。誰？ちょっと待って。ゴンさん、ちょっと反応違うじゃないですか。なんか違うね、予想と。ちょっと予想と違う。久しぶり。あ、無理やり。わからん、登場。ボンちゃんとね、知り合いかのように、うん、全部やらせて。ねえ、全然始めます。だってそもそもさ、お疲れっすってなってるけど、あの段階でカメラ回しとることに不思議にならない。おかしいよね。確かに確かに確かに。間違いない。なんで回したんってなるもんな。そうそう、もう今の感じだったらネタバレしで言うと、うん、あのテイク2だった。カミカミだったの、一回の緊張するときってなんかちょっと恥ずかしかったもん、なんかあのやらせ感。あの一回目、え、ちょっと待ってくださいみたいな。もう無理無理、ダメダメ、もう一回つってとかね。まあなんかそういう感じで翔太が入ってきてくれて、うん、でまあいろいろ、あの実はそっからの今日まで、うん、今日までの企画は全部翔太がほぼ考えてくれて、もう、まあ、7割ぐらいですか、言うてでも7割、でも7、8割ぐらいは翔太が考えてきてくれて、うん、もう翔太がキーマンというか、うん、もうおらんときはちょっとどうするみたいな感じになるぐらい、まあちょっと助かったなっていう。 YouTube に関してはそういう1年でしたよね。確かにね、うん、飲み会みたいなノリでやってるもんね、毎回。正直個人的にはほんまに楽しい。めっちゃ楽しい。もともとね、あの出会いとかもね、そうじゃん、飲み屋で出会って、ゆーってめっちゃ遊んでましたもんね。むっちゃ遊んどった。逆に翔太帰ってきてから一回も遊んでないけどね。確かに。一回もね、一回だけこれこう終わったの飲みたくらいじゃないですか。一回だけ飯食いに、一瞬流れ川の方に。あ、そうやね、一瞬で中華料理屋みたいな、ね、うんうん、その時になんか意外にこんなにわちゃわちゃしとるのにもかかわらず、えらい真面目な話して。えらい真面目な話したりとかして、うん、で、まあ、そこから翔太のスタートみたいな感じで、で、まあ、いろいろ服も知らんのにね、なんかいろいろそういう拾ってくれたりとかして、あ、まあそれは確かにあるかもね。意外とそうなんかな。でも毎週どころじゃないですか。毎日やったのにブリ遊びに行きよったっすから、ね、確かに確かに。もうあのエグザイルオーディションに行ったんですよ、俺が。VBA ボーカルバトルオーディション5。5か。5に出たって、福岡にわざとね。そうそうそう。車で4時間かけてくれたし。その、なんか、もうそれ決まってから、毎日のようにカラオケ行ってましたもんね。そう、毎日のようにカラオケ行っとって、いや、もう、俺結構、行けるわって思ったんですよ。で、寝て、
当日の日、朝起きたら、おお風邪ひいとってた。そうそうそう。もう、行く道車の中で、ダメやこれ超大声出してね。懐かしい。そうそう、そういうの。ほんまね、それぐらい遊んでたからね。うん。だからほんとそれの延長線上みたいな感じで YouTube やってた。いやー、だけどね、大人になっていくについてね、なかなか遊びに行かんくなるものですね。やっぱりね。確かに確かに。え、逆にさ、ちょっと話は変わるんだけど、なんか1年とは言わんけど、はい、翔太が入ってから、はい、なんかこういうのが流行っとんだなっていう服の流れっていうのは分かったものなの？あ、でも、うん、なんだろう、俺はハイブランドとかあんま着ないじゃないですか、うんうん、言ったらここで買うのもヤイさんのね、なんかおすすめみたいな、何着か買ったぐらいじゃないですか、1着2着ぐらい、ね、買ったぐらいですけど、なんかね、だん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 綺麗めになってるイメージがある。あ、ファッション自体、ね、ファッション自体がこの1年ですごいなんかシュッとスタイリッシュになったというか、うん、で、なおかつなんか個性みたいな、うん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 、結構なってて、なんか選択肢が増えたイメージ。今まではこれ着たらもう1年みたいな、1年というかその今のこの瞬間最強ですよ、うんうん、あなたみたいなのがだったのが、これもいいしあれもいいしどれこれもいいよねみたいな、でそれがスーツっぽいのもいいよねみたいな。ならこことここをミックスさすのもあるよね。あ、そう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 。選択肢めちゃくちゃ増えて、みんながいろんな服着れるような感じになったのかなっていうイメージ。お、う、お、ん。なんとなく、まあ、ぼんやりしてるけど。いや、そのぼんやりがね、なんかちゃんと伝わってたんだなっていうのがすごい。おお。嬉しかったりはするかな、やっぱ。いや、勉強になってる、ちゃんと俺。服にもともと疎いんですよ。もともと疎くて、うん、一緒に、働いてたところで、結構、翔太の中でこうワールドができたよね。ああ、そこでね、めっちゃ特訓したイメージある。そう、あそこなんか1年、髪型とか、そう、そのいろいろ服装だったりと か、うん、なんかめっちゃモブだったもんね。モブだったりとかシンプルに、確かに、だからそういうのからちょっと離れた翔太を、うん、そのマツコデラックスで見た時に、お前俺があげたくまだ着とんかいと思ってオレンジ色のパーカーね、うん、もう 毛玉だらけだったらまだ着とんかこいつと思って、こいつやっぱりマジ服買ってないだろと思って服買ってないやろって、買ってないっすねみたいな家から出んからね、もうずっとゲームしてるから。そう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 、そういう感じでやっぱりね、なんかこう身近にそういう人がいるとね、なんかあ、いいなってなったりとかする、うんうん、なるなるなるのもきっかけで YouTube やろうとも思ったんだけどね。なんか服好きになる人が一人でも増えてくれたらいいし。おうおうおう。で、現にね、なんか YouTube から入ってうちに来てくれたお客さんも、ね、言ってましたね。うん、こんな弱小チャンネルでよくそんなお客さんが間違いないし、こら200人やっていったからやろ。あ、200人の中におってもやっぱり、うん、やっぱ量より質ですよまあまあまあ、でもね、確かになんか一個そのお客さんの声を聞いた時に、伝わってるなって思ったのが、最初に初めて八一さんに会った時に打ち合わせしたのが、まあ、自分が八一さんの雰囲気決めてからチャンネルの雰囲気決めようっていうのもあったんだけど、八一さんの雰囲気見た段階で、ここはハイブランドのお店だけど、よくあるハイブランドのチャンネルみたいに生きらせたら、ヤイツさんのいいとこ電話と。まあ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 。ああ、そうでしたね。だってヤイツさんそのままで行こうと思って、やっとったら、お客さんもね、そういうことを言ったらしいよ、うんうん。他のチャンネルは結局見合っても飽きるんですよね。うんうんうん、そうそうそう。確かに確かに。そうそう。ただ、生きっとるだけで。ゴリゴリのあるじゃんけど。そうそうそう。生きっとるだけやし、うん、あとはなんかあれなんだね。YouTube で見たまんまだったっていうのがすごい感動なんだろうね。あー、まあまあそうね、確かにヤイツさんほんまこれやからね。うん、まんまじゃん、うん、お客さんに対してまんまもこれがいいんかどうかわからんけどまあまあ確かにドヒャーっていう反応全然するからいや、あのね、ちょっと時代が嘘でしょみたいな確かにドヒャーはちょっと古いっすねいや、まあまあそういう感じでね、なんかこう、あのチャンネル登録者数も少ないけど、うん、やっぱそうやって見てきてくれる人もね少なからずできましたし、うん、なんかね楽しいけど、来年もこういう感じでスタートしていきたいなっていう。そうですね、うん、増やしたいですね。確かに。で、なんかこう芸能人とか出演してくれてめちゃくちゃいいですか。おるやん。えおるやん。地獄やんおるやん。絵面が地獄かい。ほぼ山崎賢人。えほぼ9割山崎賢人。それ1割は何なん。1割、うん、神宮寺。神宮寺クソ芸能人
むしろ上位互換やむっちゃいいやつやん。まあ俺が芸能人化すればいいんだろうけどね。あーまあ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 でも、もうこのチャンネルね、ほぼヤイツさんの素顔チャンネルやん。まあそうやね、まあ、芸能人みたいなチャンネルやん、言ったら芸能人のあの女優がなんかあのカメラこっち上にして上目遣いで話してるチャンネルと変わらんから、うん、見せ方は。僕ねプライベート出してもいいかもしれないね、うん、言ってこのお店から飛び出すことはない、うん、いやそれを来年はもうちょっとやってみようかなとは、うん、そう、うん、プライベートって食事の場とかってこうそのなんかしこっとるところとかピー入っとるピーをあのさピーやってもいいのピーやってでここにもモザイク使わないでモザイク入れるのが一番なんかもう意味がありあっさいやつがいいよねあっさいモザイクみたいなこうは絶対やってるんだけど一応モザイクみたいないやそれいいね一番のプライベートえっ、楽しがりすぎないよ俺そこも反省せんねんけどそうですそうです。いやいやバット始めてバットちゃんと綺麗にこう締めるみたいな感じでもう終わり方も分からないなと思う。まあ確かに確かに。いや今年の1年ありがとうございました。ありがとうございました。来年も、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やめろ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 こいつら12月17日に明けましておめでとう動画撮っとるんだってしかもあの終わりの動画と始まりの動画の服装一緒もう洋服屋としてはどうしようそれみたいな感じだもんね確かにまあそういう感じで、はい、来年もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。よいお年を最後の